マウスによる画面操作について説明します。その操作のガイドはこちらの方の CAD というところですね。こちらにマウスオーバーするとこういうふうなガイドが出てきます。でまず左クリックですけども、これはあの線、まあ、図形をこう選ぶときにこう使っていきます。で、こういうのを線分を選んでやるっていう場合ですね、これを消してやりたいとかそういうときに図形を選んで例えばデリートするというような形で使っていきます。で複数を選ぶような場合はこういうふうなドラッグしてこう囲んだ状態で複数を選んで、デリートするとかそういうような形で使っていきます。それから次に、このズームですね、手前に、ホイールを引いてやると縮小で、そして前の方にホイールを転がすと拡大というような形になります。で次にですね、今こっちの方ずれてますけども、これを、こちらの方に移動してやりたいときはホイールを押したままこう左右にこう移動したり上に下に移動するというような画面操作ができます。それから例えば この辺りを中心にしたいときはここで、ホイールをクリックしてやります。そうすると画面の中心に今ホイールをクリックした地点となります。この原点のところですね、ホイールを押し込んでやります。そうするとこれが真ん中に画面の中心になるという形ですね。それからあとですね、このホイールを押してから、左クリックまたは右クリックですね、っていうのをやってみましょう。ホイールを押してやって左クリック押してこう移動、こういうふうな画面をこう回転するというような形ですね。ホイールを押して押したまま右、をボタンを押す、そしてこう動かすという形で動かすと画面を回転させることができます。それからあの画面操作ですね、マウスだけじゃなくてこのサイコロですね、で、行うこともできます。上って、押すと上から見た画面で、こちらの方の三角を押すとこういう形で回転させることができます。回転させることができます。それからこちらの方の、ツールバーの方にですね、こういうようなあの操作で、視点の変更をするということもできます。